北海道道1176号新函館北斗停車場7位線は北海道北都市から亀田郡7江町を結ぶ一般道道である新函館北斗駅北口へのアクセス道路となっている北海道道1176号新函館北斗停車場7位線の起点になっている新函館北斗駅北口のロータリー左側は北海道新幹線が発着する 新函館北斗駅の駅舎。参考資料北斗市亀田郡七重町、亀田郡七重町にある終点、国道5号との交差点。交差点の周辺には、北海道コンブ館や道の駅七色、七井といった施設がある。起点の新函館北斗駅北口は、乗用車及びタクシーの乗降場とタクシーの待機施設を有するロータリー部分となっている。 それ以外の全路線周囲においてはほぼ田畑が占めている。起点ロータリー出口から終点に向かって、最初に至る信号交差点で左折して、終点の国道5号交点に至る。なお、起点側から同交差点を右折した先には、北海道新幹線と函館本線のアンダーパスがある。アンダーパス通過後の信号交差点を右折すると、新函館北斗駅南口及び、 北海道道262号、新函館北斗停車場線に至り、同北海道道の実質的な間接接続となっている。終点の国道5号交点付近には、道の駅7色、7絵があり、函館側からの国道5号通行車両は、交通安全面から道交点部分を右折して、道の駅に入る、よう案内標識が整備されている。 北海道道に昇格する以前により、上記の地理的状況から、現在も農業用車両の往来が多いため、路線の随所に農業用車両割走行注意の注意喚起標識が設けられている。主な協力道道番号及び路線名標識。ありがとうございます。